2026年 W 杯アジア最終予選の開幕を5日に迎えるサッカー日本代表。大事な初戦を前に3日、埼玉スタジアム2002で練習を行いました。この日から海外組が合流するなど、招集された27選手全員が揃った日本代表。アジア杯での途中離脱以来、7ヶ月ぶりの代表復帰となった伊藤淳也選手も練習に参加。 常連メンバーとの久々の再会に笑顔を覗かせる場面もありました。練習後、取材に応じた伊藤選手は代表復帰について、久しぶりということと、最終予選なのでチームの力になれるように頑張りたい、と試合への意欲をコメント。今回の復帰に向けて、森安はじめ監督とコミュニケーションを取ったことを明かし、フランスでの試合も見ている。あっちでやっているプレーを出してくれ、 とと声をかけられたと話しますカタール W 杯のアジア最終予選では最終予選最多となる4試合連続ゴールをマークするなどこれまで対アジアで力を発揮してきた伊藤選手最終予選はいいイメージも持っているまたゴールでチームを助けられればと思っていますと大一番へ向けて意気込みを語りました